はい、少し前にちょっと話題になったんで、ネオジム磁石がなんか絶版になるかどうかという話がツイッター界隈でね結構話題になってましたけど、結局ね、まあ、早とちりということでね、ネオジオン磁石自体はこれからも発売されるという風になったんですけど、まあネオジオン磁石はね僕もたまに使います。でね、ネオジム磁石の話題を見てたらね、ああまたちょっとネオジム磁石を使って改造したいなという気になってきて、うん、何を改造しようかなと思ったところでですね、そういえばこの SMP オルタのねキングエクスカイザーとドラゴンジェット、こちらが合体して出来上がるグレートエクスカイザーがまあポロリしまくりだったなというのを思い出してですね、そうだネオジム磁石を使ってこれ改造しようっていう、まあ僕の気まぐれですね、何の計画性もない気まぐれなんですけど、そう思ったのでね、今回はねこちらのキングエクスカイザーおよびドラゴンジェットにですねネオジウム磁石をふんだんに使いまして、グレートエクスカイザーのねポロリを改善していきたいと思います。さあちゃんとポロリ改善になるんでしょうかね。では作業していきましょう。はい、まずはキングエクスカイザーのフロントアーマーの白い部分を一旦取り外します。白パーツの裏面の穴の部分にネオジムを仕込もうと思っておりますので、ネオジムの2ミリの穴に拡張をいたします。拡張した穴にネオジム磁石を挿入と、これはうまくいきましたね。はい、そしてダボは切り落としてしまったので、まあ、ここはもう接着いたします。内部に磁石が入っております。外から磁石を近づけてみるとこのようにね、ピタッとくっつくようになっております。そしてこれはグレートエクスカイザーのフロントアーマーの裏部分ですね、ここにもネオジム磁石を貼り付けております。ここは瞬着ですね。はい、そして先ほどのキングエクスカイザーのフロントアーマーとこのように磁石でくっつくようになっております。ちょっと動画ではね分かりにくいんですけど、ポロリが起きにくいようになっております。まあなんせねこの部分めちゃくちゃポロリするとこですからね。これはキングエクスカイザー前腕のタイヤの部分ですね。タイヤの部分にネオジム磁石をはめ込もうとしております。まずは小さいドリルで穴を開けております。徐々にドリルの径を上げていって、ここもね2ミリのネオジム磁石をはめようと思っているので、2ミリの穴を開けるまでドリルを拡張していきます。そしてネオジム挿入と、よっと、うまくはまりました。こんな感じですね。そしてここネオジム磁石2段重ねにして磁力を上げようかなと思います。2段重ねにした分やっぱりちょっと削らなければなりませんね。そして2段重ねネオジム磁石付きのタイヤをセット。さあどうでしょう。ちょっと外からね磁石が見えておりますが、まあこんな感じですね。そして外側のアーマーにもネオジム磁石を取り付けます。ここも瞬着で。そしてプラ板1枚挟んでおりますのはね、プラ板の厚みがないと磁石がちょっと宙に浮いた状態になっていたのでね、プラ板を1枚挟むことによって吸引力がアップしております。まあなんせねこの腕の外側アーマーもめちゃくちゃポロリするところでしたからね、いやもう 1,2 を争うひどさの場所でした。袖口の方はね特にそんなにポロリするイメージはなかったんですけど、まあ作業してるとね気分が乗ってきて、この辺も磁石仕込めるやんっていう風になったらねちょっと楽しくなってきて、まあそんな感じでね気分が乗ってきたので、ここも磁石つけてる感じですね。実際はねそんなにポロリする箇所ではありません。
お次はサイドアーマーですね。まあここもね、まあまあポロリするところでしたね。はい、はい、というわけで改造が、終了いたしました。見た目には全く変わってないんですけど、内部マグネットコーティングされております。まあ、マグネットコーティングはされているんですけどね、可動箇所などね、全く支障がないような場所に、磁石を取り付けております。そしてこちらのドラゴンジェットも、あらゆるところにマグネットが装着されておりますが、ちゃんとねドラゴンジェットに、変形できるようにね、元のなんていうんですか、土台部分を削ったりしてね、磁石をつけた分太くなってる部分とかがあるので、その部分を削ったりしてね、ちゃんとドラゴンジェット形態にもできるようにしております。さあではドラゴンジェットをばらしてね、早速こちらのキングエクスカイザーに装着していきたいと思います。まあ、ちなみにですね、ドラゴンジェットに合体させるときあまりポロリないんですよね。だからドラゴンジェットの骨組み部分には、磁石は仕込んでおりません。はい、問題は、グレートエクスカイザーに合体するとき、いわゆるキングエクスカイザーに装着するときに、ポロリが多発するということですね。視聴者の中でね、グレートエクスカイザーにしたことある人いるでしょうか。グレートエクスカイザーにしたことある人ならね、どれだけポロリするかっていうのは分かってくれると思うんですけどね。まあこれちょっとね、そうだな、現物持ってないと分かんないかな。うん、ちょっと分かりにくいかもね。というわけでね、中途半端に組み上がっておりますが、足の部分とかは特にポロリないので、もうそのまま何もしておりません。あとバックパックもポロリしないので、何もしておりません。そして、こっからポロリするところをちょっと見ていきたいと思います。ちょっと近くで見ようかね。はい、これ買った人ならみんなが思ったのがこのフロントアーマー、はい、フロントアーマーめっちゃポロリしますよね。ここをですね、磁石つけております。裏見たらな、こんな感じで磁石がついております。ほんでこの中にも磁石が入っております。で近づけるとですね、こんな感じで、お、ちょっと今のは距離が遠かったかな。はい、こんな感じでちょっとズームアップ、このポロリしてたところがですね、本当ここポロリするんですよね。ここが磁石で、こんな感じでつくようになっております。こうですね、パシッとお分かりいただけますでしょうかね。はい、でグイグイと押さえ込むと、まあこれでまあそう簡単にはポロリしないでしょうって感じですね。反対側も同じように磁石がついております。こういう感じですかね。はい、はい、そして押さえ込むとね、うん、で真ん中の部分ね、ここは特にポロリしないのでそのままです。グイグイッと、はい、これでフロントアーマーは完成ですね。そしてこれもポロリするんですよね、サイドアーマー。ちょっと腕上げて、ここにも、磁石がついておりますので、はい、こんな感じでくっつきます。はい、でくっつけたところでグイグイッと押さえれば、まあ完璧かなって感じですね。グイッと押さえ込むことによって、ジョイントも入るもはまりますのでね、磁石とジョイントの2段階って感じでしょうかね。こんな感じです。はい、これでサイドアーマーも完璧と。そして、次はどれ行きましょうかね。胸行こうか。胸はね、変わってないです。胸は特にポロリしないのでね、そのままです。胸もグレート状態にして取り付けと、もうちょっと上、はい。そして腕パーツも内側のパーツはこれポロリしないのでもうそのままですね。ここはそのまま。そしてこちらの拳部分ね、これも磁石がついております。うん、これちょっとね、引っかかりがあるんでちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、あ、ちょっとこれで分かるかな。近づけるとパチンと磁石ではまるようになってます。はい、そして外側のアーマーね、これもポロリするんですよね。これも内側に磁石が入っておりますので、はい、こんな感じでわかりますかね。
僕が押し込んでるんじゃないですよ、これ磁石で自然にクロスアップしますからね。今のは失敗。あ、これですね。はい、こんな感じではまります。反対側もやっていこうかね。反対側も内側はそのままと。これはポロリしませんからね。そして拳、あ、もうはまっちゃった。まあいいや、うん、左右一緒なんでね。そしてやたらポロリする外側ね。うん、こんな感じですね。はい、ぐいぐいっと押し込んで、これもね、押し込んでもね、あ、磁石でくっついてるだけだなっていうのがね、触ってて分かりますね。これ確かに磁力がないと本当ポロ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 取れるだろうなと、解像後にね触ってても、あ、これはポロルアーっていうのが分かります。うん、こんな感じですかね。いや、これほど本当磁石の力だ。はい、そして最後型ですね。型に関してはね、そんなポロリしないんですけど、一応磁石仕込んでおきました。まあついでって感じですね。これでガッチリと、ここに磁石が入っておりますので、まあ大体ガチリいってるかなって感じはします。まあ型はおまけですね。うん、反対側も同様に、ここに磁石が入っております。そして、キングエクスカイザーのね、ここにも磁石があります。ちんと、まあここは磁石入れた意味はあんまりないかな。うん、そんなにないかな。うん、お、外れない。まあ最終的にね、ここでロックしますし、ただね、作業してると楽しくて、あ、ここもやってみようとかね、そういうことがあるんですよね。はい、というわけでグレートエクスカイザーマグネットコーティング完成です。これでポロリとはおさらばだぞ。羽を下に下げるのを忘れておりました。おおおお、あ、肩アーマーに当たるが、そうか、最後に羽動かしたらダメですな。ちゃんとこの状態にしてから合体させなければダメでしたね。うん、そうか、干渉するのか最後にやると。うん、はい、改めて完成です。はい、というわけで今回の動画はちょっと小ネタみたいな感じだったんですけどね、ネオジム磁石でポロリ対策してみた動画でしたが、まあ、いかがだったでしょうか。いや、この動画もね、実はネオジム磁石がね、話題になった時に即上げようと思ってたんですけど、結局ね、ダラダラしてる間にネオジム磁石の話題の、旬も逃してしまいましたけどね、まあ、このままお蔵入りするのも、まあ、尺なんでね、このように動画上げてみましたけど、まあ、そういうちょっとね、手の遅いところちょっと反省しなければなりませんね。まあ、はい。まあ、どっちにしろね、快適に遊べるようになったのでね、これで愛着も湧くというものです。まあ、動画ではね、過去にね、ネオジウム磁石使った改造っていうのは、2回か3回ぐらいしか出してないんですけど、結構ね、こういうポロリするところに、クラスアップ方式で磁石、仕込んだりね、結構しております。はい。まあ、なのでね、ネオジウム磁石発売中止とか言われた時は、マジかよ、ちょっと買っとかなあかんかなと思ったんですけど、まあそれ伝達ミスということでね、これからもネオジム磁石は発売継続ということになったので、あ、良かったなと、はい、思っております。というわけで今回の動画はそんなとこですね。あとはチャンネル登録並びにチャンネルメンバーシップも募集中です。メンバーになるとコメント時に名前の横にバッジがついたり、当チャンネルオリジナルの絵文字が使えたりするようになります。また準備中ではございますが、当チャンネルオリジナルの自作シールをメンバーさん限定でお配りする予定もありますので、そちらの方もお楽しみにお待ちください。では次の動画でお会いしましょう。ゆきおでした。